と僕とホンダで、この2010年からずっと子供たちの教育に対しての活動を続けてきていて、アフリカの孤児院に日本代表で、訪れた時に、やっぱりこう、自分が日本人として、まあ、裕福で恵まれてるという環境を、こう、すごくそう、痛感して、何か、こう、できないかという時に、彼が一番最初に始めたのが、その子供たちの教育で、まずは日本の子供たちに、こう、夢を持つとか、目標を追いかけるとか、こう、日本の子たちって、やっぱり、こう、まあ、恵まれてる環境なのにもかかわらず、夢をちゃんと明確に描けてなかったりとか、夢を持っていない子たちもいるんですよね。僕らがこう、関わっている子供たちの中にも。で、海外、外国には、夢を追うことすらできない子たちがいて、それは貧しかったりとか、その環境だったりとか。であれば、まず日本の子たちに、僕らはサッカーを通して、こう、夢を持つことの大切さを伝えていきたいということで、2010年からですね、子供たちのサッカースクールを作って、で、2012年から、しっかりとした形で、ソルティーロというグループを作ってですね、活動を始めたときに、ただ、解決できない問題たくさんあるんですよ。僕らもやっぱりそれを無償で提供することはできないので、お金を取る必要があったりするので、やっぱりそうすると、お金を払える人しかなられなかったりとか、そういう問題がある中で、2017年に、僕らとして、もっと多くの人たちに、この思いを伝えていきたいっていう時に、その IT という、まあ、いわゆるテクノロジーだったり、このネットワーク、オンラインっていうものを活用して、このスポーツ、サッカーというものを通して、教育に何かこう、変化を与えられないかっていうことを、掲げて作ったのがそのナウルという会社で、すいません、長くなっちゃって。こんにちは。お疲れ様こんにちです。は。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、割とフランクに話聞きたいと、すごい30分前ぐらいからいろいろと話してたので、そんな感じで、皆さん一生懸命、はい、いろいろ考えてくれたので、よろしくお願いします。こんにちは。公益社こんにち団は。法人東京青年会議所、本年度理事長の伊沢栄太と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は大変、本当にお忙しい中、このようなお時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。本日はですね、コロナ禍という状況ではあるんですが、新しい時代のチャレンジをテーマに、いろいろと本田さんからお話をお伺いしたいと思いますので、短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。小林正人、今回のこう担当をしてるんですけども、今日のインタビューに関して熱いメッセージを、一言伝えたいということなんでしょうか。振りがちょっと。小林理事長、お願いします。本田さん、YouTube ずっと見させていただいたりとかしてて、まあ、この本田さんから伝えられるメッセージの、やっぱり言葉の温度感であるとかって、やっぱりこう人の心に刺さるものがあるなと思ってて、その影響力がやっぱり青年会議所としてこう活動している中で、やっぱ地域の人とか子どもとかのために何かやりたいという人たちが集まって、こうもう自分の時間とかお金とか惜しみなくこう投資しながら何かしたいという人たちが熱い思いで集まってやってるんですけど、やっぱその影響力って私たち一般人だとなかなか伝えられない部分とかもあったりとか、こう人に理解を得られる部分がなかなか伝わりにくい部分とかあったりとかして、そういうところで試行錯誤しながら、それでも未来のために何かできるんじゃないかと思って一人一人が考えながら行動してるんです。で、本田さんが言ってるように、こうチャレンジをしていくことで、こう成功の体験じゃなくて、それが個人の成長につながって、それが未来につながっていくっていうようなところに非常に感銘を受けたので、僕らも多分ちょっと業態とかは違うと思うんですけど、考えとかビジョンは多分一緒だなと思って、で、本田さん同じ世代なんで、そういうビジョンを一緒に共有できたらなと思って、今日の席をお願いさせていただいた次第です。だからもう本当にその熱いものをなんか
ていただければ。ハードル上げてるわけじゃないですけど、なんか本当に本田さんのその生の声をいただけるっていうだけでありがたい。ぜひここでディスカッションさせていただければなと思います。本日はお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今回のテーマは新しい時代のチャレンジです。本田さんご自身はチャレンジャーとご自身のことを表現してますが、チャレンジャーとはどんな思いがあって、名前をつけているでしょうか。そうですね、小さい頃からサッカーをずっとやってきてですね、業種はサッカーなんですけど、言い換えれば、サッカーを挑戦しているということで、サッカー選手を挑戦したと言い換えることができるというふうに思ったのがですね、こうサッカーを引退するということが視野に入ってきた時からだったんですね。いずれサッカー選手というのは引退してですね、元日本代表とかってこう元がついたりするっていうのがものすごく僕自身はですね、なんか終わった人みたいな感じで、大先輩、サッカー選手の大先輩たちが 元扱いされるのとかに違和感を感じていてですね、僕自身もいずれそうなるのかっていうふうに思った時にそれがすごく嫌だったので、何か新しいタイトルが欲しいなと。で、僕自身サッカーをやめてもですね、違う活動を通じて、必ず挑戦をし続けるということだけは約束ができますし、そういう意味ではずっと続くタイトル、かっこいいタイトルが欲しいなと。で、僕なりに勝手に挑戦したというふうに言わせてもらってるというのが、このまず自分で なんかそれを呼んでる理由ではあるんですけど。本田さんにとって、そういう意味だと、ナウドゥ株式会社というのは、代表取締役をやられている会社だと思うんですけれども、今後どんなチャレンジをナウドゥとしてやられていく予定なんでしょうか。僕らのミッションがあるんですけれど、自分たちがナウドゥを通じてですね、世界をより良くしたいというふうにまず思っていまして、ただ具体的にどういうことがしたいかというとですね、人が夢を追えるような理想の世界っていうものを実現したいというふうに強く思っていてですね、理由を遡ると自身のいろんな貧しい環境で育ってる国を訪問したりして目の当たりにしたような風景がきっかけにはなってるんですけれど、実際には世界は良くなっているとはいえですね、いろんな環境下の中で自分の夢を追うことができない人たちがたくさんいるというのは事実なわけですよ。で、実際に日本にいた時にはそれはニュースで目の当たりにしても何も思わなかったのも事実です。そういうのってやはり自分の目で見ると何か感情移入するという事実を実際に体験して実際に行動に移すことになって今に至ってるんですけれど、それがこの Now Do のミッションとしてありますと。で、具体的にですね、夢を追えない理由って本当様々だと思うんですけれど、別に貧しい国だけではないですし、日本でもそういった環境に置かれている人がたくさんいると思うんですけれど、ただですね、いっぺんに全部を実現するということはもちろん難しい話なので、僕が一番やりたい、そして一番その、目の当たりにしたその、感情移入をしたですね、子供たちがですね、経済的に裕福じゃないがゆえに、夢を追えてないという理由を解決したいんだと。教育格差と僕らはもうシンプルに言ってるんですけども、これをなんとか、Now Do の授業を通じて解決したいというふうに、一歩を踏み出しているところでして、その先に子供たちが教育格差がなくなったらですね、あとは、もう本人たちの頑張り次第だと僕は思ってますので、ただ生まれながらにして、
あらゆるものを与えられている子供がいるのと、その同時にですね、生まれてからずっと貧乏で死ぬまで高確率で貧乏であり続ける事実っていうのは解決したいと思ってるわけです。僕も子供が3人いるんですけれど、当たり前のようにね、何でも買い与えられる環境でいるっていう幸せな環境なわけです。これ本当当たり前じゃないので、僕の息子ぐらいの子がですね、貧しい国では物乞いをしているわけです。で、親は働いてるので、自分の妹を、弟をですね、背中に背負って物乞いしてるわけです。っていう事実がまだ世界にたくさんあるわけです。サッカーするという発想自体多分与えられないと思うんですね。こういったことをですね、ちょっとずつ Nowdo の事業を通じて解決できるようなビジョンを持って僕らは動いていこうと思ってまして。なので日本だけの事業にとどまらないということがまず僕らの Nowdo は大前提になっています。そんな思いで、Nowdo は、事業を進めていこうというふうに思っています。本田さん、一個聞いていいですか？はい。そんなこう、恵まれたこう環境の中で、特に日本の子供たちは育ってると思うんですけども、世界を本気で目指していく挑戦者がこう、少ないというふうに本田さんおっしゃってましたが、日本人のこう、挑戦者にこう必要なものっていうのは一体こう何が必要なんですかね？そうですね。挑戦者、は多かったと思うんです、現実的には。少なくなってきたという方が正確な答え方なのかなと思ってまして、追ってた立場から追われる立場になるとですね、僕も例外ではなく人間って油断するもんなんですよね。僕はウサギとカメの競争の物語が大好きで、僕はカメであり続けたいと思ってます、自分の人生。で、人よりもリードしてしまうと、僕自身もリードしたことがある体験談としては、やっぱり人間って油断するもんなんですよね。で、その油断してる自分が嫌いで僕は亀でありたいってことを言ってるんですけど、日本は若干やっぱり日本、一時期ね、ご先祖さんたちが本当にすごく頑張ったおかげで、あとはまあもちろん人口ボーナスもあったとは思うんですけれど、アメリカを脅かすとこまで行ったわけですよね。まあ、その後はまあ見ての通りというところはやっぱり裕福になって油断した部分は必ずあると思うんです。今もね、世間で取り上げられている日本のニュースの全部とは言わないですけど、大半はそれ議論するに値するトピックかっていうのが多いわけですよね。いつまで不倫問題に引っ張ってるんだと思う。もう本当ね、もういいですよ。一部の人間がそこに集中するのはいいですけど、それがもう日本中巻き込んで話題議論すべきところかっていう、マジョリティがもうその上に議論しちゃってるので、まあいわゆる平和ボケですよね。トレードオフですよ。ものすごく裕福で幸せな国だと思うんです。その一方でどんどん抜かれちゃ、その油断が原因でどんどん抜かれちゃってて、結果的に今おっしゃられたように、本当に世界にチャレンジするんだという、情熱に溢れた人が、その当時に比べると必ず、確実に少なくなったということが言えるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、その質問の答えとして、その何が必要かというのは、ものすごく難しい質問で、というのも平和で裕福なので、その中でハングリー精神を求めるというのもまあ無茶な話と言いますか、今の時代に合った形で世界のまあ本当に優秀な人たちと競う何かこうきっかけをもっとこう提供していくことが、ポテンシャルはあると思うので、なんか使命感とかそういうものがなんかこの裕福な中でも生まれるとですね、
可能性は、そういった野心にあふれた起業家みたいなチャレンジャーが増えてくるっていうのは、まあ、あり得るんじゃないかなと思いますけどね。ありがとうございます。本田さんがこう、今おっしゃってたような、まあ、裕福で、まあ、教育環境もいい、日本ですけど、Nowdo のサービスとして、中高生向けのプラットフォームっていうのを、今、まあ、開発されてたりとか、リリースを、待ってると思うんですけど、具体的にこう、どんなサービスで、こう、世界に広めていこうとしてるんですかね。先ほど言った、こう、教育格差っていうところなんですけど、日本もその平均値は高いとは言いつつもですね、日本の中でも教育格差っていうのは確実にあってですね、本当に日本でトップレベルの教育を受けようと思うと莫大なお金がかかると。それを僕ら解決したいと思ってまして、シンプルに言うとですね、ものすごくリーズナブルで、トップレベルの教育サービスをですね、作ることを目指そうと。で、結果、結論として何をするかというところなんですけど、僕らオンラインスクールを作ろうと思ってまして。ただ、オンラインスクールの中身はですね、ちょっとこう、その辺にあるなんかデジタルを利用したような、なんか、巷にあるオンラインスクールとはちょっと全く違ってですね。まあ、ユニークな、形というか、チャレンジングな形でのサービスになります。ここにいらっしゃる皆さんみたいな、その挑戦者がですね、自分の余った時間を、子供たちに、まあ、いわゆる語りかけるじゃないですか、教えるじゃないですけど、講義するような、まあ、いわゆるプロフェッショナル、挑戦者たちがですね、実際に教師となるというようなモデルを作り切りたいなと思ってまして、昔は本当にその世の中の先生たちというのは基本的には旅をしていろいろ世の中を見て回った人たちが実際に師匠として子どもたちにまあ通りすがった子どもたちに教えたりしてたそうなんですね。でもいつの間にかやっぱり大量生産性というものが求められてきたので、まあそれは軍事的なものも含めてですよね。まあ、いわゆる言い方悪いですけど、兵隊が必要だったわけですよ。なので、もう本当に、こういう言い方していいか分かりません。空気の読める、あんまり個性のないような人たちでも大量に生産できればよかったという国の方針がいつの間にかこう定着しちゃったわけですね。でも、それだと教える側も、まあ、本来めちゃくちゃ経験値の高いプロフェッショナルたちが教えるという環境が今はちょっとできてないっていう現実はあるじゃないですか。でもそれは一流の大学とかみたいなところ、一流の民間、教育サービスだともしかしたら多額な報酬をもらっていて優秀な、指導者たちが、そこで教えてるのかもしれませんけど、それは今言ったように、トップレベルの教育サービスを受けるにはもう多額の、お金が必要であるという問題点を僕は解決しようと思ってますので、今考えてるのはですね、ちょっとどこまでやるか分かんないですけど、1ドル、まあ、いわゆる100円ちょっとでですね、誰もが、サービスを受けられる学校を作ろうと思ってまして、この1ドルっていうことの理由は、そこまで深くはなくてですね、いろんな今まで世界に行って、割と結構貧しいエリアも見てきたんですけど、ちゃんと両親が働いている家であれば、投資という概念で、頑張ればですね、子供を1ドル払って学校に行かせられるっていうところはもう結構多くなってきてですね。まあ、そういうスラム街の子たちも1ドルなら頑張ってこれるんじゃないかというような、ちょっとこう、金額感ですけどね。おそらく、こう、世界中、まあ、実際に体験したこと、まあ、経験したこと、本田さん経験したことを、元に、まあ、新しいサービスを、まあ、ワンコインで、まあ、ボーダレスに本物の話が来ている。そんなサービスを、まあ、リリースされるということで、我々も、楽しみにしてますので、これ放送自体は7月の12日なんですけど、はい。こう、リリースって大体いつ頃の予定なんですか？もう、
リリースしてると思いますよ、その頃には。ちょっと耳が痛いですね、僕らすいません、鈴木さん。大丈夫です。そこは僕らが、はい、頑張るところです。はい、それで教育していただける方たちっていうのは、やっぱメンターの位置づけになるんですか？それとはまたちょっと別なんですか？ですね、本当に世の中、そのあらゆる業界で一生懸命頑張って、働いてる人は僕らプロフェッショナルと呼んでまして、その業界で戦ってる社会人の皆さんは、もうプロフェッショナルなわけじゃないですか。そのプロフェッショナルはもう全員が教師、先生、メンターになり得るという哲学で僕ら、今後動いていこうと思ってますので、なぜかですけど、企業で働いてる人って子供たちを自分の子供以外教えないじゃないですか。結構素朴な疑問でして、昔から。で、教育こそ僕、最高の生産性だと思ってるんですよ。この価値観っていうのはもっと世の中に定着していくべきだとずっと思ってたんですけど、お金も天国に持っていけない、いろんな資産を天国に持っていけない中で、世の中に残せるものって、この自分が学んで培ったそのプロフェッショナルのマインドとか、その意思とか、そういう哲学じゃないですか。なので自分の息子は娘を一生懸命育てるんだと思うんですけど、プロフェッショナルっていうのは、それを一人でも他人の子だとしても、やっぱ育てるっていうことに僕はすごく価値があることだと思ってるので、こういう考え方を普及させていくというのも、授業をやる上で僕ら一つの、単純にマネタイズする以外のチャレンジングなところにはなるかなとは思っていますね。本当におっしゃる通りだと。いや、本田さん、どこかの映像でなんか、やっぱり残せるものは人だっていうことをおっしゃってたと思うんですよね。まさに、それが、まあ、うちらがやってる授業も、やはり授業をやって人に理解を求めて、そういう概念であるとか考え方とかを、やっぱ伝えていって理解を得て、それが運動になっていけばいいなという考えで動いてるんですけど、教育に関してもかなりやってるんですけど、やっぱなんか金子なんか弁護士なんですよ。で、まあ青年会議所で教育のことをやったりとかしてますし、小林幸輝なんかは保険業を営んでまして、本田さんの概念で言うと、やっぱこういう人たちがプロフェッショナルでやったことをこう子供たちに教えていくことでっていう、教育の学びの幅が広がっていくっていうことですよね。ぜひ青年会議所メンバーも使っていただければな。ありがとうございます。プロフェッショナルな集まりが。嬉しいことはないです。いや、本当に。はい、理事長の伊沢は物流の世界ではもうトップレベルなんで。ぜひ。いやいやいや、よろしくお願いします。すいません。今、新型コロナウイルスで、ブラジルでもまだ感染拡大が続いている状況だと思うんですけれども、時代はそのニューノーマルになったというふうに言われています。で、ウィズコロナ、アフターコロナでは、一人一人が変化に対応した生活様式であったり、働き方っていうこと、つまりその新しい日常っていうのを作ることが必要っていうふうに言われているんですけれども、本田さんとしてはどのようにお考えでしょうか？僕自身はですね、もうコロナが起こる前からずっとリモートなので、あまりコロナ前、あと、もう、違いが僕はないんですけれど、ただ会社としてはやっぱ大きく変わってまして、ミーティングしてる時にもうみんな自分の自宅にいるわけじゃないですか。で、その必要性が意外にないってことにもう気づき始めたと思うので、本当に会って話すときっていうのは、あとはもう頻度の問題だと思ってるんで、それはそれで何事にもこう変えられない価値があるとは思ってますので、ただ頻度は毎回毎回会う必要はないよねっていうのはもう間違いなく今後スタンダードになっていくと思うので、一番はそのミーティングの形っていうのが、まあさらに今後大きく変わるだろうなっていうのが一つと、で今後会わなくていいってことになるってことはですね、その、
何か意思決定した時の承認の形とかも、まあ日本は反抗文化じゃないですか。これも最近変わる流れになってきてるんですけど、もう本当にさっさと変えてほしいなと思ってるんですね。そうするともう何かあるたんびにいちいち資料を送ったりとか反抗する必要がないんで、もうまさにもうメールとかデジタルでのやり取りでまあ物事を進んでいけると。契約関連もですね。で、そうなってくるとさらに今度、大きく変わると僕は思ってるのはですね、その雇用の形、もっと人を雇わなく個人が個人事業主としていろんな会社とこうまたは個人間で契約を結んでいくような形みたいなものがですね、多分主流になるだろうなというふうに思うてはいますね。まあ、会社という概念が変わり始めるんじゃないかなというふうに思ってますね。まあ、変わってたんですけど、まあ、コロナが後押ししたっていう感覚ですよね。本田さんで今、コロナが、まあ、感染拡大が言われている中で、毎日どういう生活を送ってらっしゃるんですか？ちょうど昨日、今日で練習、チームの練習が始まったんですけど、それ以前はですね、もう、本当に、家の前のちょっとしたスペースで、ボールも使わないような、なんか走ったり、筋トレをするようなトレーニングだけをやって、まあ、もう1ヶ月以上過ごしたりしてました。で、練習終わってからはですね、もう大体僕は、それはチーム練習がある時もそうなんですけど、もう部屋でミーティングしたりですね。本田さん、それ、自宅とかで、そうやって練習をしたりとか、一人でこうトレーニングをしたりとかするわけじゃないですか。日本でもこの自粛みたいな感じで、ちょっとマイナスなイメージがやっぱりあって、ストレスも溜まるし、フラストレーションも溜まるようなことだったと思うんですけど、そのモチベーションを保ったりとか、前向きに考えるって、なんか、こう本田さんの中でやってたこととかって考えてたことってございますか？いや、そんなないんですよね。あんまマイナスなイメージってなかったですか？その自粛っていうか、その家にいなきゃみたいなことでっていうのは、あんまりマイナスにはなかったんですか？いや、もちろん、細かいこと言えばですね、買い物ができないとか、なんか外食ができないとか、なんか人と会えないとか、ね、もちろん試合がないとかですね、マイナス面を言えばですね、キリがなくあるんですけど、なんていうんですかね。僕自身、こう、あんまりマイナス面を長く考えてても、仕方ないっていう性格なので、逆に、そういったマイナスを、こう、ね、こう補うプラス面もたくさんあるっていうふうに、まあ、視点を変えてずっと考えて生活してましたね。っていうふうになった時に、割とその国を分断するような、まあ、その鎖国のような形での対応がなされていたと思うんですけれども、その、まあ、先ほど本田さんのお話の中でも、ナウジューさんの事業としては日本だけの事業にとどまらないという話があったんですけれども、今後そのコロナがある中で新しい日常を作っていく中で、まあ、ボーダレスに活動していくためには、どういうふうにしていったらいいと思いますか？僕らは、その、オンラインの学校なので、生まれた場所や、しかも1ドルで受けられるので、経済的なものもですね、基本的には、もう、この、電子機器さえあればですね、もうまさにボーダーレス、そのもののサービスなので、唯一その僕が信じているそのボーダーレスが今実現しているものってこのオンラインだと思ってるんで、
そして先ほど言ったようにその人とのつながりというかその教育みたいなその意思がつながるみたいなものはやっぱりこう普遍的なものですよね。人はやっぱり人とつながりたがるっていうのは間違いないと思いますので、まあ、それのツールがまあオンラインだということで僕らはそこに力入れて事業を推進していこうというふうに思っています。このニューノーマルな時代においてその新しいチャレンジっていうところを本田さんとしてどのように考えていますか？あ、そういう意味ではあれですね、まあ、リモートワークに変わったことで僕らナウルーも今後も基本的にはリモートワークをスタンダードに、していこうと思ってるんです。まあ、鈴木らが日本にね、いるんで、まあ、彼らはもちろん、会ってミーティングもすることも、その都度あると思うんですけど、基本的には、強制、オフィスに来ないといけないということで、強制せずに行こうと思ってまして。で、そこで、まあ、求められるのがですね、この、僕の挑戦というか、まあ、グループとしての挑戦なんですかね。こう、リモートでのマネージメント。これはものすごく大きな僕挑戦だと思ってです。特に経営者あるものもマネジメントこそは命だと思ってるので、ただ会わずして人にどうそのいわゆる情熱を伝えてモチベーションを高められるのかというのは本当に大きな挑戦だなと思ってはいます。業務を伝えるだけだったらいいんですけど、やっぱりマネジメントというのは感情をどう伝えるかというのはものすごく大事な人。スキルの一つだと思うので、ここは、僕、そして鈴木もですね、まあ、経営幹部は、まあ、特に、大きな挑戦になるだろうなというふうに思ってます。あ、すいません、本田さん。もう時間も、すいません、迫ってまいりましたので、最後なんですけど、まあ今年東京青年会議所変化に強い人材というテーマで、コロナになる前に掲げたテーマだったんですけど、まあくしくもちょっとこのような形で時代が、まあそれを掲げたのが、伊沢が、こう、来年は変化に強い人材を輩出するために頑張ろうっていう、スローガン掲げたら、こんなような状態になってしまったので、良かったのか悪かったのかちょっとわかんないですけども、変化に強い人材で、それぞれ挑戦を行っているんですけれども、本田さんが考える変化に強い人材って、どんな人材、どんな人だと思いますか？これは本当難しくて深いテーマですね。自分自身こう、その変化をし続けるということにテーマを掲げていたとしてもですね、本能がやはりその変化を怖がるわけです。これはもうどんな人でもそうなのかなと思うんですけど、まあもう動物であるがゆえんですよね。やはり生きないといけないので変化するというのは怖いので、新しいことに挑戦したくないんですよね。で、僕がですね、具体的に、大事にしていることをちょっと紹介できればなと思ってるんですけれど、まあそんな変化を嫌う自分自身が持ってる本能をこう、うまくなんていうんですかね、緩和させて常に挑戦し続けるためにはですね、やはりその業界、各業界の、いわゆるまさにプロフェッショナル、トップレベルの人とですね、積極的に、意見交換をする、交流をするというものがものすごく大事なことだというふうに思ってまして、やっぱ人間一つ自分の経験談だけで変わろうと思ってても、自分のない知識に変化していくのなんて無理な話でして。まあ本を読むとかでもまさにそうですよね。本を読む、映画を見るみたいなものもまさにそうやって知識を得て、やっぱり新しいことに挑戦するきっかけになると思うんですけど、それの僕、最も大事なことが、各業界のトップレベルの人と積極的に意見交換をするみたいなものは、大事にしていますね。そうすることで刺激を受けてですね、ああ、自分ってまだまだやなってこうちょっと思わせてくれるわけです。じゃあ、ちょっと挑戦しようかなというふうな話になるので、自分で抱え込まない。
どんどんシェアする。そしてシェアしてもらう。まさにニューノーマルじゃないですけど、まさにこうそれが今オンラインでやれちゃいますので、サクッと。なんか成長欲みたいなことですよね、多分、本田さんも。そうなんですかね。吸収、そうですね。まあ成長したいという思いがあるので、いろんな人の話を聞いて吸収したいというような思いはあります。ありがとうございます。本田さん、多分9時45分に寝るってことを目標に掲げてるっていうのを僕ちょっと見たんで、すいません。なんかもうギリギリの、いやいやいや、時間、8時間のちょっとリミットがちょっとすいません。本当すいません。ありがとうございます。気遣っていただいて、はい、全然大丈夫です。すいません。ありがとうございます。最後に。本田さん、そういえば青年会議所って40歳まで、入れるので、鈴木さん39歳です、ね。はい、次39歳です。ギリギリ。本田さんも34歳なんで、青年会議所40歳まで入れます。そうなんですね。なんで、いろんな業種の経営者とか、それこそ、個人でやってる人とかですね、まあ、ここにいるスタッフも旅行会社経営しているものですとか、物流のものですとか、隣にいるのは、仏壇を台東区で古くから売ってる人でいたりとかですね、まあ、いろんな業種の人がいますので、ぜひご興味ありましたら。いやいや、ぜひぜひ、アルさんのサービスにもハマるかなと思います。はい、またいろいろお互い何か協力できることがあればぜひと思ってるんで、また鈴木の方に声かけていただけると僕も嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ理事長から、はい、本日のお礼ということで一言、はい、本田さん、改めまして今日は大変お忙しい中ですね、このような貴重な機会をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。青年会議所40歳までなので本当にお待ちしておりますので。わかりました。いただければと、はい、はい、今日話をお伺いしましたこの新たな時代、まあ、どんな時代であったとしてもこの挑戦を続けるという本田さんの熱い思い、本当にいい刺激を受けました。で、まあやはり実際に行動してですね、自分が見て、そして聞いたことをですね、やっぱり後世に広く伝えていくこの重要性というものも改めて感じました。画面の向こうで視聴されている方もですね、皆さん本当に気持ちが高ぶっているのではないかなと感じました。そしてまあ最後このモチベーションどういうふうに維持するかというお話に関してもですね、やっぱりいろんな方との交流、そして知識を豊富に集めて、そして成長していくということで、まさにこの我々青年会議所の運動と非常によくお考えが似てるなということを改めて感じました。まあ社会情勢といたしましては、全世界共通のこのコロナ禍という時代を迎えておるわけですが、やはりこういう状況においてもですね、しっかりとビジョンを持って常に行動を続けていくという気持ちが私もしっかりと芽生えた次第でございます。今からでも行動に続けられることはまだまだあるなと思いますので、引き続き行動してまいりたいと思っております。改めまして、本田さん、この度は大変ありがとうございました。今後、ますますのですね、ご活躍をご記念申し上げます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ございます。見ている方に一言、はい、本田さん、最後の一言、視聴している方にとかで、なんかメッセージとか、ナウデューさんのことでもいいです。なんか、あればぜひ。何かこれをご縁にですね、なんかどこかでこう皆さんとお会いできればなと思っていますし、まあ視聴者の皆さんはすごくいらっしゃるんですよね。これ皆さんと一人一人とお会いできるかわからないですけど、まだ僕自身表舞台で、来年のオリンピックを目指して頑張っていますし、またですね、試合の方にも観戦に来ていただけると嬉しいなと思います。また、ナウドゥの経営者としてもですね、先ほど話したように、僕ら教育格差を解決して、世界中の誰もがですね、まあ、中高生向けにサービスを始めるんですけど、いずれは、すべての人に対象と、なるようなですね、サービスに展開できしていければなと思ってますんで、ぜひまた何か機会があればNowDoのサービス使っていただけると嬉しいなと思います。